今回は梅田スヌーピーフェスティバルオリジナルグッズ爆買い後半戦でございます。今回の限定デザインの購入品ドドンと紹介します。もし前編見てないよっていう方がいらっしゃいましたら、こちらから見てみてください。概要欄にも貼っております。9回のコーナーはね、本日8月21日をもって終了してしまいました。あと8月22日明日で本当に梅田スヌーピーフェスティバル最終日なので、行けてない方はぜひ覗いてみてみてください。まずは生配信でも紹介したパズルでございます。こちらは1980円だったかなと思います。300ピースのジグソーパズルを買いました。この車のデザインめちゃめちゃ気に入っているんですけど、さらにパズルは背景も可愛いということで買ってしまいました。めちゃめちゃ可愛い深い緑とゴールドの縁の額縁を購入しました。いかがですか？高級感ありますよね。今回のオリジナルデザインにぴったり。そして背景、先ほどちょっと結構ごちゃごちゃはしてるんですけど、今回のね、他の梅田スヌーピーフェスティバルのオリジナルデザインが描かれてて、この星掴むスヌーさんたちだったり、行進のイラストだったり、ウッドストックちゃんがいろんな仮装したものだったりとか、本当に可愛いデザインがいっぱいなので、これはゲットするしかないと思い、ゲットして早速パズル全部作ってみました。壁に飾るのが楽しみですね。そして前半戦で小物たくさんご紹介したんですけど、その時忘れてました、すいません。ステッカーでございます。もうね、ステッカーは人気すぎました。これカラフルと白黒2種類出てたんですよね。いろんな車のやつもそうですし、初日の夕方の時点でもう白黒しか残ってないぐらい人気でした。本当にラスト1個のやつをゲットしたぐらいなかった貴重なステッカーなので、これは iPhone の後ろにね挟んでめでたいと思っております。200円ちょっとぐらいで買えました。そしてお次はチケットホルダーになります。本当はこれ車のデザインが良かったんです。車のデザインは便箋っぽい感じで、縁もめちゃめちゃ可愛くて欲しいって思ってたんですけど、やっぱり人気で初日の夕方もう行った時にはなかったんです。でもどのデザインかのチケットホルダーは欲しいなと思って、この水平さんのデザインあんまり買ってなかったのでこちらにしました。そして次はこちらのちょっと小さめ縦長のファイルなんですけど、フリップスリムケースクリア、こちら880円ぐらいだったと思います。ちなみにさっきのチケットホルダーは440円です。これはお友達に依頼を受けて買ってきました。私もやっぱり買っておけばよかったなってぐらい可愛いです。シンプルに可愛い、色も2色あったと思います。お次、でっかいバインダーです。これはね、会社で使うように絶対ゲットしようと思っておりました。お値段が1000円ちょっとだったと思います。これもともともう一個小さいサイズの車のデザインで黒いバインダーにしようと思ったんですけど、やっぱりこのサイズが使いやすいなと思って、ピンクちょっと色激しいかなと思いつつ、まあ可愛いからこれでいいかなと思ってこれにしました。やっぱり格子のデザイン可愛い。そしてね、中の色も私お気に入りなんです。薄い水色っぽい、ちょっとブルーグリーンの薄色、薄い水色で、ここにね紙も入れれるクリアファイルもついてるし、こう名刺とかもらった時とかカードとかもね挟める仕切りもついてて、これはもう可愛いと思ってこれ買いました。ちょうど仕事の予定でバインダー使う用事が来月あるので、仕事でもね可愛いグッズをまとってテンション上げて仕事していこうと思います。そしてじゃじゃーん、これは本当に可愛い、絶対買おうと思ってました。額縁アート今回2種類購入しました。ちょっとレトロンが寝てたので起こしてあげます。これはですね本当に可愛い、じゃじゃーん、こんな感じ。これは2700円ぐらいだったかなと思います。これの2つはもともと買う予定だったんですけど、もう一個ね、水平さんみたいなヨットにみんなが乗ったデザイン、私が神子よりでコースターゲットしたデザインが実物で見ると一番可愛いぐらい可愛かったんですけど、やっぱり初日の夕方時点で店舗でも売り切れでした。
その次の日もね朝一行って確認したんですけど、やっぱりもう在庫なしっていう感じで、結構スタッフさんに問い合わせてる方多かったです。まあこの可愛い2つがゲットできたので良しとします。でももっと買っとけばよかったってぐらい、3000円しないお値段でこの可愛さとこのクオリティ最高ですよね。これも 2,3 日で完売しちゃってました全部。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。梅田スヌーピーフェスティバルの限定デザインのグッズ全部可愛いですよね。これだけでもたくさん散在してしまうのに、限定デザイン以外にも全国からスヌーピーグッズめちゃめちゃ集まってて、それもねたくさん購入したので、また動画でご紹介したいと思います。よかったらチャンネル登録してお待ちください。明日はボール&チェーンの再販日チェックです。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。本当に可愛いグッズにたくさん囲まれて幸せでございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねバーイ。